津田栄志象津田栄志象津田栄志法栄4年2月5日は江戸時代前期の岡山藩市。岡山藩主の補佐役として土木事業を行い藩の産業、生活の基盤づくりに尽力した。現在の岡山市夢の町で600国鳥の岡山藩市、津田沙源太の第六子として生まれる。幼名はまた六字は最初、八大部の地に十字路。 晩年は、父の名を継ぎ、左元太と名乗る。十四歳の時藩主、池田三雅に、初めて拝越し、小御賞に取り立てられる。三雅に才能を認められ二十歳で、小御賞仲間横目役となり、後百五十国取りに昇進。二十五歳で三百国取りとなり、藩政の最高評議機関である表情書に列座する。漢文七年、ワイダニ池田家母所造営の総武行に、 中村九兵衛と共に任命された。これが土木事業の最初の仕事となった。これは京都三用新事後刻院にあった池岳先祖の墓をワイダニアツシ山に改装する事業である。漢文九年旭川の洪水から岡山城下を守るために旭川の増水時の古志流石を城下の上流に造成し中川に放水することとしたが中川には 流化能力が十分なく城下は守られたものの、中川周辺はたびたび氾濫した。漢文10年には静谷学校建設を任された。また、静谷学校の南方にある友信神デニエは、古代中国州時代の伊達政による地割りを実施するも、数年で制度は頓挫したが、学校伝とすることにより、同校の経済基盤を安定させた。 漢文十二年三政が隠居し、綱政が藩主となる。遠方元年静谷学校の東部に屋敷を造営する。上京三年から四年かけて、中川の周辺の水田地帯の真ん中に堤防を築堤する百間川の築堤と水路改削。岡山藩も神殿開発に注力するようになり、遠方七年発の繁栄管拓事業として倉田三神殿。 約291ヘクタールが開かれた。神殿開発においては、不審武行の田坂義一郎や、近藤七助らが、え忠ただしの補佐役となった。また、この神殿開発に必要な用水確保のため、吉井川の吉井水門から取水する用水路と、吉井川から小島湾を経由せずに、城下へ直行する運河を兼ねた、倉安川を同年開作した。天那二年には、 軍隊となる。上京2年には、干拓地の淡水被害を防ぐための遊水地である、大水造と、下部に排水紐を備えた塩止め堤防を設けた港、島神殿に約556ヘクタールが開かれる。上京4年大名庭園である、高楽園の造営に着手、元禄13年に完成した。 元六四年孔島新田で有効性が確かめられた大溝と塩止め堤防を設けた沖神殿が開かれ、藩が手がけた最後で最大の干拓神殿は約1902ヘクタールに達した。元六十年岩盤掘削等の難工事の末、田原用水工事を完成させる。元六十一年藩主の母大寺となる草原寺を造営。宝永元年65歳で静谷に隠居する。 宝永4年病を得て没する。去年68。藩の基盤整備に尽力した A ただしであったが、着死の八女 A 元には苦労していたようである。博地に手を染めるなど砲塔を繰り返し、座敷牢に押し込められたが逃亡し行方不明となるなどしていたようだ。これには、さすがの A ただしも官人袋の糸口が切れたようで、元六十一年に廃着している。 明治43年14位を追増された。学識経験者や市民などの有志により構成されている岡山世界遺産推進委員会は、A 忠氏が大きく関わったとされる吉井水門や甲楽園など多くの史跡を世界遺産候補として国内申請する決議を採択した。特に日本最古の庶民教育施設である 静谷学校や日本三名園の一つ高楽園、吉井水門の3点を登録数の少ない農業、土木遺産群に申請する意向としている。一方、造成した施設群のうち、倉安川、吉井水門、百間川は、令和元年に、世界灌漑施設遺産に登録された。岡山藩津だは、織田信長の同族であり、官務兵士平助盛の子とされる。 平親心を祖とした一族で、では守る信勝が初めて津田の名字を名乗ったとされる。信勝の子が、左京助政家で、織田信長に仕えたが、天正十年の本能寺の変で、信長が応死すると池田恒置、その死後は池田照政に仕え、三河国吉伝で五百国の治療を得ていた。慶長五年の関ヶ原の戦いの後に隠居、友心と合して、 はり国姫自藩主となった、テルマサの幽筆を務め、玄奈四年に死去した。その子が、津田や自衛門正まで、慶長十二年に、父より先に死去している。この、正長の子が、え忠氏の父の津田左げ太上英である。上英の子は、着手となった、八歳門長森の系統と三男のえ忠氏の、系統が続き、長森の系統は、玄永門英えをし、 やじえもんええかん、げんえもんえと続く。ええただしには六男四女がいたが、長男い之しのす長女つやは、成人前に死亡している。また前日のように、不行跡のあった次男の八女え元を拝着しており、三男のええやす氏が、ええただしの後継ぎとなった。四男のええりんにも三百国を与え、分家を建てさせた。つだえただし夫妻の墓墓所は、 和気郡和気町にあり、ワイダニ池岳墓所、宗源寺の両墓所と共に、岡山藩主池岳墓所、仏田栄中墓として、国の史跡に指定されている。栄ただし夫妻の墓の奥に、両親上英夫妻の墓がある。墓の様式は、主君三政に習い受教式となっている。田尻左辺、増威所見伝増保番上特使増威年表、P27。ありがとうございます。